北城炭鉱は、福岡県田川郡北城町に1902年から1964年まで存在した炭鉱である。1914年に日本最大の炭鉱爆発事故が発生した。筑豊炭田の三菱合資会社、後の三菱工業は、1896年に炭層調査を開始し、1902年当時返品な農村地帯であった田川郡北城村で、 縦工建,建設に着手。三菱北条炭鉱は、1908年、第二庫を完工し、同社主力庫として開け荒金した。1910年第一庫が完成。当時最新式の直下型縦工方式を採用し、昇降機で縦工を深さ270メートルまで降りた、あと横向きの行道に入る構造であった。炭鉱は1908年に12万トン。 5年後の1913年には26万トンを出荷し、急激に躍進を遂げてゆく。鉱山には赤レンガの煙突や昇降機用の21メートルの巨大な鉄塔がそびえ立ち、墨と築法の新しい名所となった。のどかだった北条村も様相を変え、労働者と家族が暮らす炭鉱長屋が立ち並び、最寄りの金田駅前には盛り場や映画館もでき、 後景期に湧く炭鉱町となった。当時は炭鉱事故を非常と故障した。大非常とは大事故のことである。開港6年後の1914年12月15日、みぞれが降る寒い朝であった。9時40分に指定から大音響が響き、昇降機が鉄塔の上まで吹き飛ばされ、校内から吹き上げた爆炎が真っ黒いキノコ雲となり、立ち上って空を覆った。 この爆発は非常に大きなもので、当時の証言や新聞記事では、雷が地底から吹き上げたような巨砲十数門を一度に発射したごとき合音、8キロメートル、四方まで爆音が響いた、近隣の窓ガラスは衝撃波でことごとく割れ、高校から数百メートル以内の人が爆風で、なぎ倒された等う、凄まじさを伝えている。この爆発の衝撃で彦さん側の対岸にあった、 三菱カナダ炭鉱で落盤が発生し一人が死亡、一人が重傷を負った。吉沢和馬校長は対策本部を設置し事態収集に当たった。まず校内の消火のため廃棄口を封鎖し、沈下の後送風機を運転して校内の廃煙作業を行った。黒煙がようやく薄れたのは爆発後5時間を経た午後2時半頃である。 その間、吹き飛んだ昇降機が緊急修理された。当時は、校内作業は12時間ごとの二交代制で、非番の交付が救援作業に召集された。校内は、後ガス、しびれガス等と呼ばれる一酸化炭素が充満して、危険な状態であった。当時は、酸素マスクはなく、ガスを中和すると当時信じられていた。夏みかんが、近隣の商店や農家から大量に集められ、 半分に割って次々と校内へ投下された。真っ先に校内に降りる、決死隊を募ったところ、数十人が名乗りで、選抜された9人は午後1時、夏みかんを口に当て、未だ薄煙を吐く高校から降りていった。しかし充満するガスで間もなく9人は、窒息、地上に引き上げられて、手当てを受けるが、そのうち5人が死亡した。午後2時半ごろ、第救援隊が送り込まれるが、 縦坑の破損がひどく昇降機が途中で停止。救援隊は一旦地上にで補修資材やはしごを持って、再度降下、必死の行動修理を行って、夜には校庭に到達した。続いて、吉沢校長はじめ技師や医師が入校したが、行道は横転した単車や鉄のレール、坑木などが爆風で散乱する山状であった。障害物やガスで一行は全身となり、 吉沢校長がガスを吸って、意識不明となったため捜索は、中断、一行は交代した。翌17日早朝、新たに180人以上の救援隊が組織されて、大規模な救援活動が試みられるが、行動の破壊が甚だしく、行動補修の資材搬入すら困難な状態であった。また落盤で通気口が塞がれ、校内に充満した一酸化炭素により、 ついに早期救援による生存者救出は絶望的となった。三菱炭鉱が公式発表した大飛城の死亡者は671人である。死者のうち131人が女性で、11歳から18歳の若年者が71人いた。また4人は救援隊で、当時の入校者688人のうち死者は667人、生存者は21人であり、 死亡率は校内にいた者全体の97%に達し、法上大飛城は公式発表のみでも今なお2位以下を大きく引き離す日本最大の炭鉱爆発事故となった。当時の炭鉱で作業員は炭鉱の非雇用者ではなく、ナヤと称する多数の鉱山周辺の派遣企業に所属していた。公式死亡者数はナヤから提出された名簿をもとにしているが、 名簿から漏れたものも多かった上、名簿そのものを提出しない中小の納屋もあったため、当時の新聞記事では推定死者数が655人から800人まで幅があり、また地元では死者は1000人を超えていると噂された。親子兄弟の労働者も多く一家全滅が22名、また孤児784名と、扶養者を失った老人51名を生み出した。一方、 石炭運搬用の馬11頭も犠牲となった。遺体捜索は年が明けてなおも続いた。遺体は8体ずつ昇降機で引き上げられ、急増の仮装場には幅2メートルほどの細長い溝が掘られて4本のレールを渡した上に棺を乗せ、石炭で仮装にした。事故翌年、付近の神社に三菱炭鉱が慰霊碑を設置した。石踏みの表には昇降碑。 裏には671人の犠牲者を記念する、碑文の後に、一向二向駅付約3000人と刻まれている。近隣の復園寺では、毎年遭難者の法要が行われるようになった。1915年に、三菱が作成した、北条炭鉱爆発調査報告では、爆発原因は不明とされている。しかし2000年に、北九州市の古書店で、 福岡公務所の目黒末の城技士の作成した北条炭鉱ガス爆発調査副名所なる資料が発見された。同資料によると爆発地点と思われる場所を中心に死亡者の持っていた校内用の安全ランプを回収して詳細に調査した結果、荒野の内側に石炭鉱が侵入したものが発見された。目黒技士はこのランプを爆発の加減と断定し、 誰かが通気扉を開け話にしたために換気のための通風経路が変わり次第に現場にメタンガスや炭人が滞留し機密に不良のあったランプの火が引火して大惨事を招いたものと結論している事故の情報は当日のうちに大正天皇の耳に達したそして急遽天皇の代理たる直使派遣が決定された自重の沢千元男爵が 直視に任命され、直視来尊は12月22日と伝えられた。この知らせが新聞で報じられると、炭鉱のみならず北条村全体が緊張に包まれた。三菱合司会社の岩崎久也会長は、東京本社から片城に向かい、現場で法芸準備を人頭指揮した。炭鉱や甲府長屋では、大掃除が行われ、道路は徹底した清掃が行われた。 静止伝達の会場に指定された、伊方神上小学校の校舎前には白車を巻き、直視の通路には布が敷かれた。直視一行は12月21日朝に列車で東京駅を出発、およそ30時間をかけ船と汽車を乗り継ぎ、翌22日午後2時に最寄りの金田駅に到着した。当日は雨の中、筑豊地方の各町長や村長、 議員らが駅頭で一行を出迎えた。道路沿いには、児童生徒およそ1000人が傘もささずに並び、教師の再敬礼の号令で一行の車に頭を下げた。伊方省に到着した沢直氏は、行動でご休術金を県知事に手渡し、この旅の非常は、お国のために戦って戦死したのと同じであるとの、生死が伝えられた。貸手されたご休日金の2000円や、 義援金は分配され、遺族の手に渡された。行列した千人余りの児童には、鉛筆一本ずつが貸しされたと伝えられる。法上大非常と同年に勃発した第一次、世界大戦は、石炭価格の上昇をもたらし、筑法地方に戦争起をもたらした。その広報上炭鉱も1915年5月から一部稼働を再開し、活気を取り戻してゆく。畜放は、 全国出炭量の半分を占めるまでに発展し、戦後まで長く日本経済を支えた。しかし、昭和30年代後半から産業用のエネルギーが石炭から石油に転換し筑豊の炭鉱は次々と閉鎖されていった。法上炭鉱も1962年に閉山され、人員整理私別会社として存続を図るが、1964年には再び、 平山を余儀なくされている。基幹産業の消滅で地域の雇用は失われ、人口の半数以上が他地域へ転出。地区法には多くのボタ山だけが残された。税収8割以上が失われた法上町は、厳しい財政状況へと追い込まれ、巡洋財政再建団体に転落。2006年に周辺自治体と合併して、副地町となり消滅した。 平山後の法上炭鉱跡は、現在は、九州日立マクセルの工場となっている。敷地内には、炭鉱の遺構の一部が保存され、許可を得れば見学も可能である。近隣の寺院には、現在も、自己遭難者の墓が残るが、すでに100年以上が経過し、福縁寺の法要に列席する遺族や関係者の数は、年々減り続けている。三菱が、慰霊碑を設置した神社も、 その後廃絶し、現在は土地に慰霊碑だけが残る。法上大費上に関するカテゴリー。ありがとうございます。